イマニュエル・ジェイレン・クイックリーはアメリカ合衆国メリーランド州ハバニグレイス出身のプロバスケットボール選手 NBA のニューヨーク・ニックスに所属しているポジションはポイントガードケンタッキー大学で2年間プレーし2020年の NBA ドラフトにアーリーエントリーした2020年11月20日に行われた NBA ドラフトにおいて全体25位で オクラホマシティサンダーから指名を受け、その後、リッキー・ルビオが絡んだ3チームカントレードで、交渉権がニューヨーク・ニックスへ移動。28日にニックスと契約した。ケンタッキー・ S ・アマニュアル・クイックリー・デ・クレアズ・フォー・ NBA ドラフト。カレッジ・バスケット・ボール・ NBC スポーツ2020年12月5日閲覧。 アマニュアルクイックリーセレクテッドインファーストラウンドオブ 2020NBA ドラフトキャットスポーズ2020年12月5日閲覧。ニックスアクワイアドラフトライツ2ケンタッキー S アマニュアルクイックリーニューヨークニックス2020年12月5日閲覧。ニックスサインアマニュアルクイックリーニューヨークニックス2020年12月5日閲覧。ありがとうございます